マイクラ都市伝説。その女性は、とあるサーバーに参加したのだが、そこは4歳のジョンという男の子と、その母親が一緒に遊ぶサーバーだった。だが母親はずっとマインクラフトをやっているわけにはいかない。そのため女性プレイヤーを呼んだのだ。母親は家事をするためにログアウトする。しばらく遊んでいると、突如ジョンが走っていってしまう。プレイヤーは慌てて追いかける。ジョンは溶岩の中に飛び込んでしまい、死んでしまった。家に戻るとジョンの母親が再度ログイン。あなたには失望した。あの子が泣いて部屋から出ていくのを見たよ。そう言って、ジョンの母親はログアウト。とにかくぼーっとしていると、ジョンの母親が再度ログイン。母親は驚くべきことを言う。ジョンが車に轢かれてしまった。ジョンは一人で家から出てしまい、車に轢かれてしまったらしい。あまりの出来事にプレイヤーはいろいろ考えてしまう。そして家にこもっている時に事件は起きた。2階からコツコツと足音が聞こえてくるんだ。恐る恐る2階へ登ってみると、小さくて白い何かがいた。それはものすごい勢いでプレイヤーに襲いかかり、プレイヤーを殺してしまう。その際の死亡ログは、ジョンを死なせたため殺された、と書かれていた。